はいどうも、ざわと申します。カナカナルート続きの方をやっていくんだけど、いやー出てきたねー。ファンクラブが。なんだって、カナカナ親衛隊だっけ？いやーもう他にやることないんかな、あいつらな。まあまあ、でも過去のね、自分の発言をこう掘り出してきて、恋人作らないんですよね？スリーセブンとなんか一緒にいますけど、なんか天道会の仕事を頑張りたいって言ってましたよねみたいな。まあちょっと、ネックになってきそうだな。こういうのが。まあどうなっていくのか、じゃあ見ていきましょう。ごちそうさまでした。お粗末さまでした。はい、食後の紅茶。うまい料理の後に先輩のうまい紅茶。もうこんなに幸せでいいんだろうか。先輩がテーブルの正面から俺の隣に移動して寄り添ってくる。ここいいかしら？もちろん。さっきも言ったけど、やっぱり私依存しちゃう体質みたい。まあ包容力というか、まあ、可愛いし守ってくれるしみたいな。物理的にもね、まあ、安心できるんだろうな。本当にどんどん依存してください。それくらいでダメになる先輩じゃないって俺が保証しますから。そんなことないのに。だって私もうあなたなしじゃ。え？私って好きになった人にはちょっとやりすぎるっていうか、何でもしてあげたくなっちゃって。そうですか。いやちょっと待ってくれ。この料理といい、紅茶といい、これって尽くされてるよな。俺のことを好きって言ってくれてるのか。もうずーっとそんな感じだよ。今更だけど。そうとってもいいんだよな。な、先輩。紅茶のおかわりいる？はい。いつものように優雅な手つきで紅茶を入れてくれる。あれ？また買わされた？ただ単に俺のタイミングが悪いだけなんだろうか。立脇くん、私、ね。先輩はさっきよりも深く俺に寄り添ってきて膝に手を置く。私、あなたにもいっぱい尽くしたいの。ん？どういうこと？あなたにも。可愛らしさとある意味妖艶さがゲージを超えそうな声に、思わず心臓がドキリとしてしまう。なんだそのゲージは。あ、そう言ってもらえると光栄です。こんな私でも引いたりしない？ええ。先輩がしてくれることなら、どんなのでも引いたりしませんよ。よかった。それじゃあ今後あなたは、お箸の上げ下げくらいしかしなくていいから。病人かよ。やばい、病人でもそんなことないよ。お洋服を着るのも、うん、体を洗うのも全部私にさせてほしい。いやー、それはこっちがダメになってしまう。それ俺ダメ人間になりませんか？やっぱりそっか。それじゃあこれは自分でするっていうのだけは言ってね。あ、全部したいんだ。いやーでもあるねよな、こういういい人がさ、あんまり報われないんだよな。なんだかんだ言ってこの世の中というか。そこが妥協ラインだから。でも、しっかりしてる天神平と違って、俺の場合、紐一直線のダメ男になりそうですけどね。あら、それでいいわよ。いや、かな、それでいいわよじゃないのよ。それは男としていろいろまずいような。いいの。紐でいれば、少なくともお互いが結びついてるってことでしょ。なんかあれだな、やっぱ過去本当に辛かったんだな。いろいろとこう好きな人とは別れなきゃいけないとか、いろんなことあったからこういう感じになってんだろうな。天然なのか意図してないのか、よろしくない関係の表現でさえとてつもなく美化されてしまった。でもさすがに紐になるのはやめときます。俺だって先輩に甘えてもらいたいですから。そうなの？じゃあ甘えちゃうわね。
カップをテーブルに置くと、そのまま先輩は俺の膝に頭を置いてきた。立脇君の膝、大きい。それにあったかい。こんなところに先輩の端正な顔が、それにぬくもりも。もうちょっとだけ、こうしてていい？ちょっとと言わず、いくらでも。こうしてると、とっても安心できるわ。嫌なことなんて全部忘れちゃって、頭の中がぼわーって幸せになって、とっても。先輩？ありゃ。もしかして、寝たのか？規則正しい小さな寝息が聞こえてきた。表面には出さなかったけど、やっぱり疲れてたんだな。はあ、今日こそは告白すると気合い入れてたんだけどな。さすがにこの状況で起こしたりいたずらするなんて鬼畜じゃない。鬼畜じゃないってことか。こうやって膝の上で寝てくれてるってことは、俺を信頼してくれてるってことなんだし。さて、このままじゃ風邪ひいちゃうよな。おーすごい。おーすごいな今の。先輩を起こさないように気をつけながらゆっくりと抱え上げ、ベッドへ移動した。立脇君。はい。って寝言？思わぬところからの先輩の呼びかけに、二重の意味でドキリとさせられてしまう。おやすみなさい、先輩。先輩をベッドに寝かせて、俺はソファーに横になる。告白をできなかったのは残念だけど、先輩が寝言で自分の名前を呼んでくれたのが妙に嬉しくて、満ち足りた気分で眠りにつくことができた。ああ、ここはもう何もなくと。例のシーンとかは。プライマルハーツ。いやーでも、今、一番カナカナの動向気にされてるからな。怖いよな、なんか一緒に外行くとか。まあ、何かするとか、まあ、この家にね、そもそも来ること自体も怖いしね、見られたら。あ、起きたわね。おはよう。おう。ああ、先輩、おはようございます。どうか。昨晩は先輩をベッドに寝かせて、そのまま俺も寝たんだった。朝ごはんできてるけど、食べるでしょ？疲れてるのにご飯作らせるとか。すみません。好きでやってることなんだからそんな風には言わないで。食卓に着くと焼き魚を中心とした和食のメニューが並んでいる。先輩って和洋中何でもござれだな。朝ごはん食べたらスーパーにお買い物に付き合ってほしいんだけど、いいかしら？それは構いませんけど、随分と早い時間に行くんですね。朝のうちに一通り揃えておきたいのよ。そうすれば夕方までのんびりできるでしょ。ああ、もうその日の食材をその日に全部買い揃えるみたいな感じなんだ。で、毎回違うメニュー作るみたいな感じなのかな。すごいな。もう俺だったらさ、もうある程度、まあ今ね、あの実家なんで、まあちょっと母さんが作ってくれたりとかもしてる、まあしてるんですけど、もう大体同じになりそうだけどね。もう昼はこれ、夜はまちょっとおかず一品加えるかぐらいの、だいたい同じみたいな。美味しい朝食を食べてから2人でスーパーに向かった。思ってたよりも荷物が増えたわね。ずいぶん買いましたね。 2,3 日分くらいはあるような。だって毎日ご飯を作ってあげたいなって思ったから。もちろんあなたがいいって言ってくれたらだけど。そんなの OK に決まってますよ。っていうか、多分返しませんよ。まあ、嬉しい。こんな街中で。大丈夫か？注目大丈夫か？荷物を自宅に置いて公園へとやってきた。やっぱり先輩とのデートは街中よりもこの公園って感じだな。騒がしいところより、こういった花とかある静かで落ち着くところがあっている。今日は結構人がいますね。家族連れが多いみたいね。
遊具とかはないけど、広いから遊ぶにはちょうどいいのかも。そこでキャッチボールしてる親子とか楽しそうよ。いやー、今こういうさ、なんか広い場所でさ、こういうなんか、まあボール遊びというか、まあ公園でさ、あんまできなくなってきてるからな。まあ、あれだよね。もう時代って感じだよね。もうこういうところでさ、ボール遊びしてたらさ、怒られるもんな。お前何してんだみたいな。実は年齢の離れた兄弟だったりして。それにしては子供がちっちゃすぎるわよ。いやいや、見た目と実際が違ったりすることはよくありますからね。天神台だとか。はるひちゃん前にバス乗った時、運転手さんに子供料金って言われて、私は大人だって言ったことがあるのよ。まあいいね、なんかそういうエピソードいっぱいありそうだな、はるひさん。この時思い出したのか、先輩がおかしそうにクスクス笑う。あの、お母さんですかとか言われたのかな。でもそれ、運転手さんを責められませんよね。あ、ひどい。はるひちゃんに言っちゃおうかな。うわぁ、勘弁してください。子供扱いするなって怒られますから。たあいもない会話をしてから、しながら、のんびりと公園を歩く。桜の、芳気を含んだ心地よい風が、俺たちの間を吹き抜けていく。いきなり先輩が寄り添ってきて、俺の腕に捕まってきた。どう見えるかってお話だけど、こうしてると私たちは、周りからどう見えるかしら。それはもちろん、恋人とか。どうかしら。仲のいい兄弟かも。おお、そんなことないでしょう。同じ家族でも例えば、ん？何を言いかけたの？いや、なんでも。まあ、言いかけてやめるなんてずるいわよ。わかったから腕ギュって掴みすぎ。その、夫婦って見られる方がとか。夫婦ね。何？なんで笑うんです？笑ってなんかないわよ。そう見てくれる人がいるといいわねって思っただけ。わ、いいわね。だって胸がむにゅっと当たるくらい腕に体を寄せてきてくれる。昨日は寝ちゃってごめんなさいね。なんで今急にそんなことを。話の脈絡ないですよね。でも立脇君、そのつもりだったんじゃないかなって。ギクッ。なんでバレたんだ。そんなに鼻の下伸びてたのか俺。いいわよ。え？まあ、ええだよな。もういろいろ準備できてるから。今日は着替えもたくさん持ってきてるし、だからいつでもね。いつでもか。その…いつものような天使の笑みは、その時だけは小悪魔のように見えた。だけど相手が小悪魔だろうが大魔王だろうが、そんなことを言われて、もう欲望の波が止まるはずもない。もうOKされたら、行くしかないな。え？夕方になって？公園での楽しいひとときを終え、自宅へと戻ってきた。楽しかったわね。そうですね。しかし俺の中ではドキドキがムラムラに変わり、今にも爆発寸前になっていた。もう家に連れ込んで早く押し倒したいと。帰ったら何しましょうか。また DVD でも見る？あ、早くね。先輩は無防備に俺に背中を見せ、お尻をフリフリと揺らしている。先輩、俺。はい、ということで、事故まで飛んできました。いやー、やっと結ばれました。ちなみにまだね、告白してないっす。まだ告白してないんだけど、まあもう雰囲気でね、お互い察してというか、もう分かり合ってるみたいな状態ではあるけど、いやー、でもね、すごかったですね。
全くね、底なしだなんて言ってたけど、誰かさんの方こそよほど底なしじゃないかみたいな。かなかなもね、もう相当溜まってたんじゃないかなみたいな感じでしたけれども、はい、見ていきましょう。おはよう。あれ、寝起きの目をこすりながら視線を向けると、すでに制服姿になった先輩がいた。もう着替えたんですか？朝から天道会のお仕事があるから先に出るわね。朝ごはんは作ってあるから。もうデジャビだな、この流れというか。あなたの寝顔可愛かったわよ。ずっと見てたかったんだけど、これ以上は遅刻しちゃうから。できれば俺も一緒に登校したかったんですけど。疲れていると思うからギリギリまで寝かせちゃった。それなら早く起こせばよかったわね。確かに疲れているし、その原因のほとんどは先輩とのあれだ。とはいえ心地よい疲れだし、問題は全くなし。だろうな。それを言うなら先輩の方が疲れてるんじゃないですか。俺つい調子に乗って何度もしたし。本当ね。昨日はあんなにたくさんビュービューって注がれたもの。ビュービューってね。いたずらっぽい笑みを浮かべて答える先輩。そんなことを言われると、昨晩の激しかったあれを思い出して、朝立ちじゃない立ち方しちゃうかも。なんだそれ。普通にってこと？体調とか大丈夫ですか？今更だけれど、初めてなのに無茶させたので。大丈夫よ。優しく愛してくれたから。ほんのりと頬が赤くなる。うわぁ、そんな顔をされると、抑えが効かなくなってしまいそうだ。そうね。あえて言えば、ちょっと歩くとき、すれて違和感があるくらい、かしら。墓の痛みか。それってもしかして。じゃあ、行ってきます。やっぱりあそこがってことだよな。まずい。違和感があるほど出入りしていた俺自身のあれがとても元気になりそうだ。それを察してかも言って、もう早めに言ったんだろうな。このままじゃ学園で会った時に我慢できずに襲いかかってしまうかも。あー、知ってしまったな快楽を。いかんいかん。俺は飛び起きて風呂へ向かう。朝食の前に頭を水で冷やすことにしようと。ランニングとかしてる場合じゃないか。してからシャワーじゃなくて、浴場に入ってさっぱりしたことで浴場なんだその陰踏みみたいな、していた気分はすっかり落ち着いた。そうか、浴場もシャワーで落としてきたか。しかしとうとう先輩と。なあ、ふとした瞬間にどうしても思い出してしまう。先輩の甘い声や交わしたキスの感触、触れた肌のぬくもり、心が満たされ、繋がっているようなひととき。ムフフフフ。ムフフフフ、やばいな。おい。あ。あいつだぜ。かっこよ。ありゃりゃ、露骨な敵意を向けられてるな。くそ、なんであんなやつが。まあ、好きにすればいいさ。だってどんだけ噂されても、今の俺は無敵だし。これが父の言っていた愛の力で強くなるってやつか。それどころかは、俺には最高の彼女がいるんだぜ。と大声で叫び回りたいくらいの気分だぜ。ヤッホー。まずいな、今それやったら。いろいろと。大丈夫かな、話し合い物理は。ふふん。思わず、鼻歌を歌い出すほどのいい気分で学園へと向かう。わ、来たか、親衛隊。なんだ？後方からこっちに突っ込んでくる奴がいるぞ。なんだオラって。よっと、体当たり気味に寄ってきたところを体を引いてよける。おい、ちょっと待って、大丈夫かそれ。オラーって普通に話し合い物理でも話し合いすらないじゃんもうこれ。オラーって勢い余ったのか男子生徒は地面に転倒してしまった。おい、大丈夫か。随分と勢いあったけど、手を伸ばしたにもかかわらず舌打ちを残して走り去ってしまった。なんだ、腹でも痛くてトイレを急いでたのか。
中庭の中間あたりで男子生徒が俺の方に近寄ってくる。と、すれ違いざま足が何かに引っかかりバランスを崩してよろけてしまう。よ、倒れる前に体を入れ替え体勢を立て直す。視線を向けると男子生徒が一人転がっていた。足を引っ掛けちまったみたいだな。悪い。マジかよ、こいつの足鉄の棒みてえだ。マジかよじゃねえんだよな。睨みつけるような視線を向けた後、そいつは起き上がりながら立ち去ってしまった。そんなに強く当たってなかったと思うけど、あいつ大丈夫かな。まあ普段運動してねえんだろうな。まああんな感じだしな。しかし引っかかる前に気づかないなんて、お父様がこの場にいたら怒られていただろうな。おお、もうそういうのも気づけと。結構サバイバル能力というか、第六感もちゃんと気配というか、もう鍛えさせるんだな。鍛えるっていうも分野なのかな、そこ。いくら都会に出てきたと言っても鍛錬をおろそかにするのは良くないよな。先輩を守る強い男になるって目的もできたことだし、昔の感覚をちょっと思い出してみるか。結構えげつなかったんだな、本当に。その迷信流というか。まあ、他のルートでね、そこら辺の、お父さんの話というか、まあ、出てくるんですけれども。じゃあ見ていきましょう。おはよう。挨拶をしながら教室に入る。いつもよりテンションが高くなっているのは自覚しているが、どうにも抑えきれない。まあな。来たわよ。本当にあいつが？信じらんないんですけど。お、なんか女子に噂されてるみたいだな。おはよう、応援ありがとう。だけど女子たちはこちらを一別しただけで、顔を寄せ合いこそこそと話をし始めた。おい、マジかよ。またか。ちょっとちょっとワッキー、あのさ、なんか大変なことになってない？ん？困惑と軽い焦り混じりに駒形が駆け寄ってくる。大変なことって何が？何がって先輩とのことだよ。ああ、なるほど。まあ別にいいんじゃない？噂だけならいいけど、何かされたりしてない？ん？特に思い当たるようなことはないが。本当に些細なことだったんだな、突っ込んでくるやつとかも。お前にとっては。ああ、ないならただの噂だね。なんかファンクラブの人たちが血気盛んになってなんて話を聞いたから心配しちゃったよ。確かに先輩は人気抜群だからな。でも先輩に迷惑をかけるわけにはいかないし、こりゃ学園でのイチャイチャは自重した方が良さそうだ。そうだね。じゃなくて、先輩はともかく君の方が心配なの。まあゆずきさん、そうか。大丈夫だって、俺に降りかかる分にはどうにだってなるから。もうこんな時まで先輩の心配しかしてないんだね。なんだか焼けちゃうな。とにかく気をつけなよ。君を心配してる人がいるってことも忘れないでね。お、ありがとうな。駒形の忠告はありがたく受けておく。今の自分が浮き足立っているのは分かっている。だからこそより注意しないといけないよな。だって先輩かっこ俺の彼女には迷惑はかけられないもんな。いや、言ってて照れるぜ、俺の彼女だって。やっほー。大丈夫か。やっほーって何の脈絡もなく言い出したら、お前まあ普段から引かれちょっと引かれてるところあるけど、もっと引かれるぞ。特になんということもなく一日が終わった。さてと、剣道会に行こうかな。行こうかなーになってたね今。仕事を手伝ってそのまま一緒に帰ろう。そして今日もイチャイチャ。来たか、これでも食らえ。え、通りがかりにニュニュッと足が伸びてきた。よっ、俺はそれを軽く飛んでかわす。くそ、それにしても今日はやけに足を伸ばしているやつや、よろけてぶつかってきそうになるやつが多かった気がするぞ。そうか、やけにか。ん？これはまさか、エッチのしすぎで、足腰に来ている。すごいな、この主人公。
おお、女子バージョンだ。女子もいるんだ、親衛隊。うおぉ、昇降口から出た途端、横から工事園のタワーが倒れてきた。どういうこと？どういうことなんそれ。それを間一発かわす。図書院っぽい女の子は一目散に去っていく。走っていくか。おい、この本の山どうすんだよ。っていうか、なんで工事園ばっかこんなにあるんだ。破壊力あるからじゃね。まあいいか、しょうがない。とりあえずこの本の山を図書室に持っていくか。律儀だな。まあ持ってきてくれる人いない感じだったんだろうな。ようやく本を全部図書室に返し終えた。返せるの？なんかこういうのってさ、あーでもどうなんだろう。まだ先輩天道会にいるかな。立脇一馬だな。おお、なんかごつそうなやつ来たな。ん？呼ばれて振り返ると、やけに屈強な男たちが数人立っていた。我々はこの学園の柔道部員であり、同時にカンナカナの親衛隊柔道支部でもある。おう、はあ、親衛隊とやらの存在は聞いていたから、今さら驚くようなことはないけど、でも柔道支部って他にも空手支部とか相撲支部とかあるってことか。やべえ。やべえな、見てみたい。どんな活動をしてるんだろう、ワクワク。要件だが、言わなくてもわかるだろう。ごめんなさい、何の話？カンナさんにまとわりついてる虫がいると聞いてな、駆除に来たんだよ。いきなり人を虫呼ばわり。せめて花に寄り添う蝶くらいの表現をしてくれよ。この野郎、カンナ先輩にちょっと優しくされたからって、うん、調子に乗りやがって。なあ、やばいぞそれは。やはり教育が必要なようだな。一緒に来てもらおうか。悪いけど、これから用があるんだ。またにしてくれ。随分と余裕があるようだが、俺たちを少し舐めすぎじゃないか。こう見えても全国大会出場の強豪と言われているんだぜ。それを一般の人に向けていいのか。なんかボクシングとかじゃないけどさ、こういうのってさ、問題になんないのかね、後々こう手出しちゃったらやばいみたいな。まあその不可抗力とかあるかもしれないけど。ちなみに強豪っていうぼかし方しないで、正確に言うと全国何位？強豪だ。おお、そんな泣くような話のつもりじゃなかったんだよ。悪かったって。ダボダボと涙を流された。そうなんだ。ちっ、のらりくらりとふざけやがって。いいからちょっと柔道の練習に付き合え。俺柔道は専門じゃないんだけどな。あと道着ないし。道着ぐらいは貸してやる。俺たちの練習についてこれればお前のことは認めてやろう。いや別に許可とかいらないよ。勝手にイチャイチャするから。この野郎、どんだけムカつくんだ。もう我慢できねえ。おい落ち着け。待て、あくまで練習での可愛がりじゃないとまずい。いろいろまずいな、確かに。断るなら臆病者として先輩のそばにいる資格がないとみなすぞ。今後一切近づくな。なんだそれ。勝手になんか呼んでな。あー、めんどいけど先輩に迷惑をかけたくないしな。最近修行不足だったし、たまには柔道もいいか。オッケー、それじゃあ行こうか。どうなる？あー、ここか。そのまま体育館の柔道場に連れて行かれ、道着を渡される。と、これでいいのか。どうやらサイズは問題なさそうだ。おい、あいつが噂の37か。なんだ、思ってたより全然なよなよしてやろうじゃねえか。確かに見た目はな。しかしのこのこついてくるとはな。バカだろあいつ。こちらを見ている柔道部員たちが何やらひそひそと話している。まあ聞こえなくても大体想像がつくけどさ。あいつ殴り殺されるぜ。先輩たち相当苛立ってたみたいだし。うちの柔道部が全国常連って知らないでのこのこついてきたのがあいつの運の尽きだぜ。準備できたか。では始めるとしよう。なんかさ、ちょっとあの部長みたいでさ、こう威厳ある感じなのにさ、この部員 A やってること終わってんだよな、マジ。いきなり乱取りか。
柔軟もなしって怪我をしても知らないぞ。必要ない。少なくともお前にはな。まったく、お父様が聞いたらなってないって全員投げ飛ばされるっつーの。余裕をかませられるのも今のうちだぜ。柔道部名物地獄の連続100本組手の始まりで。うわぁ、おっと、逃げようったってそうはいかないからな。そして数分後、数十分後。まあ大体予想つくけどな。掴みかかってきた相手を払い腰で投げ飛ばす。綺麗に決まったから今のも一本でいいよな。それなりに鍛えているようで受け身の取り方はなかなかだ。それならこちらも安心して投げることができるってもの。まいった。これで全員から3本ずつは取ったかな。なんだこいつ、なんでこんなに強いんだ。誰も一本も取れないどころか、技もまともにかけれないなんて、そんなバカなことがあるかよ。なんか有効みたいなのも取れなそうだろ。あのね、全国大会で強豪止まりな理由は動きがちょっと雑すぎなの。足運びもなっちゃいないし、重心も高いんだって。もっとこう腰を入れてこう。わかる？何をわかったような口を。柔よく剛を制すって言うだろ。力に頼りすぎなんだよ。こんなやつに柔らの道を解かれるとは。じゃあ道着は洗って返すんで、お疲れ様でした。ちょっと待て。おお、なになに。体育館を出ようとしたところで、また体育会系っぽい男どもに呼び止められる。今度は誰？我々は空手部の者だ。おお。同時に菅野先輩の新芸隊空手支部でもある。もうめんどくせえな。あー、やっぱりあったんだ空手支部。柔道部が倒されたか。情けない。なんだこの RPG システムみたいな。なんか誰かをなんか中ボス倒したら次の中ボス出てきてみたいな。しかし柔道部は格闘技系四天王の中でも一番格闘いらんそのネタ。四天王の中でも最弱みたいなネタいらん。こんなやつに負けるとは、四天王の恥さらしよ。まだ四天王。これから我々の力を見せつけてやるとしよう。数十分後。うわ。空手がなんでそんなうわーなの。我々が全滅だと。審判がいないし防具ありとはいえ、目つきとか急所攻撃とか空手での反則技を使ってくるのはどうなんだ。こいつ一体何者なんだ。普通にやばいな。目つきやばくないか。じゃあもういいよね、お疲れ。待て待て、次は俺たちと PK で勝負してもらおう。PK ってせめてフットサルだろ。せめてのなんか5-5とか。まあ3-on-3はあるかもしれないけど、まあね、5対5ぐらいの、まあ、フットサル形式だろう。PK って少しはやるようだが、所詮ただの腕っぷし自慢。サッカーでは手も足も出まい。お、サッカーはさすがに確かにね。あーでどういうこと？あーでどういうことね。わ、なになに、若林さきー。なに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 、どうしたの、何が起こってんのこれ。何これ、これ土これ。 SGGK が止められないなんて。いや、今度はこっちが蹴る番だ。ごめん、元ネタわかんないんだけど、これ何、キャプテン翼かなんかですか。何ですかこれ。うおー、俺の対外ショット、受けて見やがれ。なんだ対外ショットって。対外な方向に飛んでいったぞ。おい、じゃあそういうわけで。脳筋には任せてられん。我がゲーム研究会と勝負してもらおう。脳筋には任せてられん。あ、確かゲームか。ゲームどうなるんだろう。この俺がモンバスのタイムトライアルで負けるだと。あー、勝負したジャンルが終わったなそれ。
モンバスはダメなのよ。たまたま使用ソフトがモンバスで助かったぜ。ナイスミラクル俺。待ちなさい。いや無理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 。新体操は無理。なんか可愛いな。待ちなさいが。今度は私たちプリティガールズソサエティが相手よ。なんだそれ。さあ37、覚悟はいいか。ズカブ。今こそ僕が君に引導を渡してあげるからね。いやいらんいらんいらん。その引導いらん。どうやって勝負しろ。そう、いやワオじゃないのよ。ちょっと負けたわ。何だったんだ今の。ごめんねかっちゃん。違うのよ。なんか違う方向行ってんのよこれ。この私をこんな目に合わせるなんて。もうブンブンだぞ。いらん古い。さすが37、カンナ君のことは頼んだ、うん、まあ君は前ちょっと出てきてたけどこういう人だったんだな。よくわからないけど勝ったのか。正直何がどうなったのかはよく覚えてないけど。じゃあ今度こそ本当の本当に帰ります。めちゃくちゃなの。大丈夫？全然大丈夫じゃないんですけど、なんか大丈夫でした。校舎から出ると菅野先輩が駆け寄ってきた。胸を押さえ苦しげに息を乱している。おお、マイスイートハニーじゃなかった。先輩ちょうど今から天童に行くところだったんですよ。よかった、無事だったのね。うん、ん？何がですか？とにかくこっちに来て。え、ああ。先輩に引っ張られたまま中庭の奥まったところまで連れてこられる。大丈夫だった？さっきから無事とか大丈夫って言ってたけど何のことです？立脇くんが柔道部に連れて行かれたって聞いて急いで駆けつけたんだけど。ちょっと乱取りしてただけです。ついでに空手部とか他の部活とも少し。おかげで行くのが遅くなってすみません。怪我とかないの？全国大会に出場したとか言ってる割には技も単調でしたし、そもそも体すらまだ戦うようには作られてませんでしたよ。怖いわ。体が戦うように作られてるっていうなんか表現が。もしかしてだけど柔道部に連れて行かれた理由分かってない？多分分かってない。先輩をちゃんと守れる男かどうか俺の実力を確認したかったんでしょうね。俺に勝てたら認めてやるって言ってましたから。多分違うわよ。あの子たち立脇くんを痛めつけようとしていたのよ。え？確かに言われてみれば思い当たる節がある。言われてみれば言われて初めて気づいたか。技が力任せで単調だったのは俺を痛めつける気持ちが先に立っていたからなんだろうな。うん、まあ、そもそもさ、もう空手で急所攻撃をしてきてる時点で。おいおい、もうちょっとおかしいだろうってなってるんだろうけど、あの時点ですら気づいてなかったもんな。全国レベルにしては手応えがなさすぎると思ったぜ。ごめんなさい、私のせいで。なんで謝るんですか？先輩は何も悪くないでしょ。むしろ息を切らせて走ってきてくれたことに申し訳なさを感じるくらいだ。本当に無理してない？私を安心させようとして強がり言ってない？怪我してないわよね？本当に心配そうに俺の体をさすり出す。さわ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 。先輩の手が体のあちこちを優しく撫でていく。そして、あざは特にできてないみたいね。こっちの足はどうかしら？足の付け根あたりちょっとやばいかもしれないです。いや、そんなところまで手を入れなくていいですから。ダメよ、ちゃんと確認させて。さわさわと。あ、ここ腫れてる。うん。いやもうね、ちょっと腫れちゃったみたいです。うん、さすがに。あその腫れてると思われた場所はなんともお約束な俺のジュニア。大丈夫みたいね。こんなところが元気になってきちゃってるくらいだし。うん、全然大丈夫っす。いやだって先輩がサワサワしちゃうから。あら、私のせいなの？
ああ、いや、先輩の心配顔はいつの間にかいつものような少し怪しい微笑みに変わっていた。それなら、あ、これなんか来るな、始まるなこれ、まさか、あ、グッバイ。